大将、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか、ここどこですか？七熊にあるラーメン663。めっちゃおしゃれなラーメン。もう見てわかるよ、ここ。本来は、ちょっと外で大体オープニング撮るんやけど、もう雨が降ってきたんで、中で撮影許可を得て。で、もともと今日、今営業時間じゃない、営業時間外でお願いして撮らせてもらってます。はい。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。自己紹介してもらってもいいでしょうか。はい。ラーメン66の岡本と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。岡本大将。今日は何食べられるんですか？塩と醤油2つとも、はい、もらえますか？はい。お願いします。限定とかはやってないけど。限定はやってないです。まだね。はい。いずれやってるもする。いずれやる予定では。今までやったことはないない。あ、でもそれも楽しみやね。はい。また今度機会があったら限定も取りに行こうよ。はい。じゃあ早速。早速作っていただこうか。はい。うん、また後でゆっくりちょっとインタビューも、はい、お願いします。お願いします。お願いします。トッピング別に行きます。あ、これトッピングなんですね。塩ラーメン。塩ラーメン。きれいかね。きらきら。いただきます。今日は2杯いただきます。塩からいただいて、次醤油いきますんで。美しい。美しいですね。すべてが美しい。はい、まず麺とスープから。はい。はい、いただきます。和だしやね。和だし。和だし。麺がめっちゃ綺麗っすね。口で揃えなかったもんね。あんなやり方あるんすね。初めて見ました。和田氏は初めて見られました。うん、初めて見た。あ、今トッピングしてるっすね。今、ごめんごめん。勝手にトッピングするんだ。はい、はい、はい。メンマとチャーシュー。ネギ。うん。で、チャーシューはレアチャーシュー。あ、そうっすね。美味しそう、これ。1枚開いたらこんなあるよ、大きさ。あ、厚みも。厚み 1.2、3ミリある。はい。これ、間違っとったら悪いけど、おしゃれ系のラーメン。うん。っていうのは俺、食べ慣れてないけど、もっと俺ね、淡白だと思ったんや。ちゃんと味あるね、しっかり。はい、めっちゃこれ系って淡白なところが多いイメージがある。けど、しっかり味ある。あー、うまいね。このてるてる坊主型のワンタン。あ、すごっ。思ったよりも皮に厚みがある。これもっととろっとしようと思った。あ、僕もそう思いましたけど。違うですね。うん、ワンタン一口で今言ってん。はい。一口じゃ大きいかもしれん。へー、レアチャーシューは邪魔しないぐらいの味付けになってる。なるほど。うん、ちゃんと豚の香りとか豚の風味を生かすタイプの。タレでしっかり入れてあって、しょっぱい感じのところもあるっちゃけど、もう豚の感じ。はいはいはい。ものすごく。
そだけ素材を綺麗に生かしとイメージかな。いや、こんなラーメン評論家みたいなこと言うけど、後で答え合わせたら全然違うかも。もしかしたら俺正直言ってレアチャーシュー一番ここのレアチャーシューがうまいと思った。あの大将暫定1位、はい、抜ける人が出てくるまではもう、はい、俺の中では1位と思う。分かりました、ありがとうございます。そんな感じの塩ラーメンからまずいただきました。はい、じゃあ次は醤油いくでしょう。はい、よし醤油もお願いします。はい、次醤油いただきます。はい、どうですか。また早いのよ。あ、脳まで伝達されてないのよ。あ、本当ですか。気持ち2秒ぐらい遅れていったんですけど。5秒いるわ。うん、あの5秒待ってもらっていこうのか。わかりました、5秒待ちます。1、2、3。塩の時もそうやったし、はい、辛いイメージがあったけど全く辛くないけど、ちゃんと醤油の香りある。で、塩味が足りないかというとそうでもない。しっかり一杯にまとめてあります。これ一本一本ちょっと長いんやね。そうですね、はい、確かに。うん、さすが、全然気づかなかった。丼がこう平べったいし少なく見えるんよ。でもちょっとこれ見て、こんだけ深さあるけね。これ結構深いですね。ちょっと待って、先にちょっと胡椒いいですね。はい、先に胡椒だけ生かして。俺あのペッパーくんって呼ばれるぐらいやけど、胡椒大好きやもんね。ペッパーくんってそれいろんな意味で見れますか。そうよ、ペッパーくん。で、この点にしては珍しくホワイトペッパーだよね。大体こう、こっち系でブラックペッパー使いたがるとこ多いやね。はい、相手のホワイトペッパーです。あ、とにかくもう何かが立たないような感じで仕上げろっていう気持ちが伝わる。なるほど。完食ですね。よっしゃ。ということで今日はあの料亭からお届けしました。いや、ガチでもう廃棄が料亭っす。あ、ぽいよね。はい、ぽいっす。大変美味しゅうございました。ありがとうございます。僕あんまり淡麗系のっていうのが、はい、刺さらんやったよ今まで。はい、完全にやられた。俺が思っとった淡麗とは全然違う。はい、ちゃんと全てをなんかこう一つの中に収めてるイメージ、はい、もう全部イメージしか俺言い切らんけ、はい、あれやけど、はい、あの全員が主役というか、うんうん、トッピング、麺、スープ、うん、全てが、うん、をイメージはして。あ、じゃあ僕が食べて思ったイメージはそのままで合ってたってこと。はい、食べてて感想をおっしゃってて本当にその通りだな。ああ、よかったよかったよかった。感じてたんで。あとなんか監督ちょっとこう質問を、監督がこう不思議に思ったこととか。だって不思議なことしかないやんここって。俺たちの、俺いわゆる豚骨脳の俺たちからすると、はい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 、まあどういう人に来てほしいかとか、うん、そういったコメントがあれば、うんうん、まあ、こういうのが好きな人はうちも好きだと思うかなみたいな、うんうん。まあ、福岡は他の地域に比べて豚骨ラーメンのお店が多いと思うんです、うん、なので豚骨ラーメンを食べる機会が多い方は、うん、たまには、うん、飽きた時に来ていただけたらなっていうのは思いますね、うんうん、飽きた時でいいと。なんなら毎日来てほしいや。毎日は来てほしいです。一応毎日食べれるようなラーメン作りを目指してはいます。うんうんうん、感覚としては僕より上の世代の方がすごい美味しいって言ってくださるイメージはありますね。うん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 、はい、あと出身とかも聞いとった方がいいじゃない。あ、出身どこなんですか。うん、さっきあの福岡って、あ、福岡の人たちはって言いおっしゃったってことはこっちじゃないはずなんよ。はい、どこなんですか出身は。出身は愛知でして。愛知、はい、大学卒業した後に会社員として3年間福岡で働いてたんですよね。その時に豚骨ラーメンの多さに驚いて、塩と醤油のラーメンをやれば人気が出るんじゃないかと思って、まあ、実際自分が
食べたくて、そうですそうです、はい、探したけどあまりにも少なくなるから裏を返せば、はいはい、もっと刺さりやすいターゲットとしては、はい、そこじゃない、単身赴任とかでこっちに来られとる、はい、俺と同じ愛知出身のあんたたちって、はい、一回来んねんって言って俺全然そのぐらいの気持ちでいいんじゃないかな、はい、最初それで始めたんですよね、うん、僕みたいな外から来た人たちに需要があるんじゃないかと思って始めたので、それはすごいあります。もう人骨っていうのがやっぱこうどん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 今流行っていきようし、俺別に反対派でも何でもないし、そういうのがないと俺たちもその火がつかんし、ものすごく俺はいいと思う、はい、うん、とにかく県外の方、はい、もしくは福岡の方でも豚骨に飽きた人とかに、はい、まあ、食べてほしいっていう一杯を今日はいただきまして、はい、まあ、いっぱいじゃなかったね、うまかったけど2杯食ったもんね、そうです、塩と醤油、はい、大変美味しくいただいてありがとうございました、はい、こちらこそ。チャンネル登録してます？僕もしてないです。あ、してもらっていいですか？はい、あ、わかりました、はい、本日はありがとうございました、はい、じゃあ皆さんまた。はい、じゃあコメント返ししていきます、はい、タイソンさんですね。タイソンさん、はい、はい、競合も多い場所で20代で3年続けられるのはすごいと感じます。来てます。何の多いところで競合も多い場所で20代で3年続けれるのはすごいなと感じます、うん、あ、タイソンさんの周りがね、やっぱそのラーメン屋さんも多いし他の飲食店も多いし、うん、そうね、3年とにかくやっぱ3年生存率っていうのがめっちゃ低いわけで、で確かにその中でもやっぱひっきりなしにお客様来られてほしい、特にそのもうコロナって言葉出していいと、あ、いいですよ、うん、がもう収束に向かっていってもほぼ海外の渡航の方とかインバウンド系が取れて、今からまた人伸びするような俺はラーメン屋さんやと思うけどね、タイソンさん、うん、で実際ほらあえてさ変な風に尖りを持たさずに割とこう大きい輪の中で誰でも食べて美味しいと思えるようなっていうスタンスだと思うよ。あれってああいう立地にはものすごく向いた商売やね。ものすごく商売とかものすごく向いたラーメンだと思う俺は。うん、うん、やっぱあと20代っていうのもすごくないですか。そんな言ったらお前俺だって20代で起業しとるからね。いや別に張り合ってるわけじゃないですよ。次行きます、タイソーさんのチャーシューは絶品と言ってます、うん、いや本当ね美味しい。あれもともとねタイソンさんっていうのは動画回し行こうと思ってたけど、新婦博多新婦ってあるじゃんね、監督行ったことないやろ。ないです。高宮にあるんよ、はい、南区かなあれは、高宮は、はい、で槍をチャーシューを多分自分なりにまたアレンジしてる、つながりがあるじゃん。そんな感じやけど美味しくないわけないよ。新婦のチャーシューとあと新婦黒ラーメンマー油、うん、がもう有名なお店さん。なるほど。そう、なんか本当確認みたいな。そう、確認みたいな感じね。まああれでもあれ好きな時あると思うよ。僕は大好きでしたね。好きな人の方が多い。はい。うん。いや、また食べたいですね。またじゃあ監督は、はい、家族と行ってください。はい、あ、ちなみに次もチャーシューうまいっす。おお、でも同じ意見よね。はい。はい、で次は、あ、ちょっと待って待って、はい、コメント書いてもらうときにさ、はい、どうせやったらさもっとこうあそこのチャーシューはこうこうこうで。ホロホロして美味しいよねとかいうのまで欲しいよね、どうせなら。まあそうです。だからほらそのコメント見た人がさ、はい、その俺で伝えれんやったのがそのコメント見ることによって伝わる場合があるやん、はい、悪いことは残さずいいところだけを拾ってあげれれば一番俺みんなハッピーだと思うし、うん、間違いないです。次、こういうでいいんだよ、こういうのがいいんだよ、ガジさんやろ。はい、もう長文で書いてそれ、これをこういうでいいんだよ、うん、こういうのがいいんだよ、うん、長文で、長文でどういう風にいいのか、うん、あ、そうですね、うん、どういう風にこういいのか、あ、そうですね、うん、はい、じゃあ次、タイソンさんまだ行けてないので落ち着いたら絶対行きます、うん、あ、ぜひ行ってください。そうやって僕の動画見てやっぱり行ってもらえて、なおかつそのりょうたくんがおったりとか、まあ、大将ねがおるときにこの前の、YouTube 見てきたんですとか言ったらさ、ちょっとほら俺もなんかこうりょうたくんに感謝されるやん。人に感謝されて嫌な人っておらんわけやし、うん、さっと行ってさっと食べてさっと回答だけじゃその俺の YouTube 見て行っとうかどうかなんてわからんわけやし、でもそこはだけ俺例えばりょうたくんだけ大体行ったラーメン屋さんとほら対談軽くするやん、うん、でこういう人ですよって喋りやすいと思うよめっちゃ、うんうんうん、だけどそれは もし行かれたら声かけしてただ喜んでくれると思うし、そんな感じでお願いします、はい。じゃあ次、これ、メアミッチの大将から、うん、
この間見てでかくて怖いなと思ったけど、年下やんね、汗って書いてあります。あの、りょうたくんがね。はい。でも、トールちゃんとかでかさはでかいやろ。多分、でかいし、アキラ見慣れとおけん。なんなら、もう、あの、アキラ先輩見慣れてたら、多分物足りない。って言おうよ、りょうたくん。でまあ、そんな感じで、トールちゃんはトールちゃんでもね、コメント書いてくれるのがやっぱ嬉しいよね。確かに。で、俺もメンヤミチューンだけ、あの、YouTube チャンネルは俺もコメント書きやすいところを書きよっちゃけど、で、どうしても俺が書いてしまうと、もう好き同士のじゃれ合いみたいになるやん。はいはいはい、特にトールちゃんとは。だけちゃんと見とおけど控えとう部分はある。ああ、なるほど。うん。俺結構、だけトールちゃんがもっと来いよって言ってくれたら俺もっと行くっちゃけど、その許可を得てない状態では、もうあのぐらいのコメントしか書けません。わかりました。じゃあ次、タイソン行ってみよう、山市の剣。おお、グッドグッドのケンさん、はい、グッドグッドのケンさん、行ってあげて、行ってあげてというか、ぜひ、博多駅の方とかは結構面白いことあげん、行くべきです。はい、じゃあ次、T シャツお気に入りですね、アゴです、アゴだす。うん、あの、六味亭の T シャツやろ、はい、お気に入りっていうのもあるけども、だからこれ、普通にメンバーに立ったとき、だからうちのスタッフとかもあれ着とるし、っていうのが大体、俺たちは大体つながりがあるお店さんの T シャツを着るんよ。狛江の従業員のユニフォームって基本的に用意してなくて、つながりがあるところの、T シャツとかを着て営業するっていうのが俺たちのスタンスで、お気に入りというよりも、知っとる人は知っとるかもしれんけど、まあ大体気づいてるやろうけど、俺1日に、4件回ってんのよ。だから、お気に入りも何も、衣装同じなのよ。あ、でもね、これ、六味亭の、梅田さんが来てくれとって言って、喜んでくれて、今度、視聴者プレゼントって言って、今度持ってくるって言った。あ、マジですか、うん、あ、それ嬉しい、うん。スポンサーとして。あ、いいっすね。うん、あの T シャツ何枚か持ってきちゃうよって言ったよ。はいはい、でも、サイズは選べんけん。はい、うん。余ったもの持ってきって言って、みんな喜ぶと思うっては言ってるんで、いずれ多分、そのプレゼント企画あると思います。いやー、いいっすね。うん。ぜひぜひ。でも、プレゼントするのもあれ、買えるからね、普通に。はい、うん、プレゼント待てない人は買ってください。はい、じゃあ以上です。おいし、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。